1ページだけでもね、加盟検討する人は何回も読んだ方がいいと思う。うん。要はですね、学歴とか経歴とかじゃなくて、マインドが大事だってことを言ってるわけですね。そう。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。ビジネスチャンス6月号。はい、ちょっと遅くなっちゃいましたけどね。あまり見てないでしょ。ビジネスチャンス僕ん家送ってよ、もう。入ろうか、これね。どこが僕ん家か分かんないから。確かにな。どうですか、今月は。お、すげえ、ホワイトニングカフェ出してるの。いや、いつも出してるよ、これ。本当？ここはね、エドモンド。エドモンドとホワイトニングカフェが並んでるんで。エドモンドさ、大物オーナー続々加盟中っつって、うん、山本君は大物じゃないだろうっていうねすごいね。関東特集はシャトレーゼ。関東インタビュー今回シャトレーゼね、はあ、社長がまたこの長いインタビューを。シャトレーゼがいろんなところ出てるんだけど、はあ、こんだけ長いのもさすがビジネスチャンスの取材力って感じだね。でもやっぱりね、シャトレーゼもいろんなことを社長がおっしゃってますけど、とにかく加盟店オーナーよりもお客様の方を大事にするよということをストレートに言ってる、うん、それはそうなんだけれども意外と言えない。そうですね、うん、で要するにお客さんに喜んでもらうためにちょっと儲かんなくなったりすることもありますよっていうことを言ってるわけだから、うんうんうん、あと今回はね、徳島オイシックスが親会社になって随分大きくなる感じがするね。これもやっぱフランチャイズとしては面白い。スーパーが加盟してるわけですよ。ほう。スーパーが加盟して配達員って人はスーパーのところに雇われてる感じだね。勘違いされてる方もいるんだけど、この人が加盟してるわけじゃないんですよ。ほう。配達員が。スーパーが加盟してるわけ。で、配達員はその業務委託で受けてるわけ。なるほど。で、絶妙に週5日ぐらいやって、20万とか30万とかの手残りするわけよ。で、もう本当分かりやすくて、スーパーで売ってるものに20円上乗せして売ってる。それはまあ10円の時はダメだったらしいんだけど、まさに絶妙なバランスで、この人が50万60万儲かるわけじゃないんだよ。うーん、けどもやる人いるじゃないということで、非常に社会性のあるビジネスだからね。高齢化でもスーパーまで買いに行けないっていうところにも例の徳島の音楽かけてやってくるわけだから。一般的なフランチャイズっていうのとちょっと違うけど、でも数字見たらね、そこ出てるけど1200台走ってて300億ってことだから、ほう、これ計算したら週休2日だとね、日販で10万あるのよ。日販で10万あったら結構すごいかなと思う。なるほどね、うん、最初これ1地方だけだったけど、徳島かな、徳島でローカルなビジネスだったんだけど、オイシックスが買って全国拡大してるね。なかなか複雑だね。徳島に加盟するのはスーパーね。スーパーが加盟する、うん、そして個人事業主みたいな人に業務委託をする。そう、業務委託する。どっちが儲かるの？スーパーは儲かるの？パートナーも、このいや、スーパーも儲かるよ。もちろんスーパーは自分のところで商品で運んでる人も20万30万ぐらいは稼げる。なるほど。これが運んでる人が80万儲かりますよ、うん、なんったらもう崩れるんだよ。この運ぶ人をスーパーの社員にしてもいいの？それはどうかな、わかんない。ないのかな、うん、おそらく業務委託だと思うよ、みんな。へえ、何より本当に感謝されるらしい。そりゃそうだよね。定価の20円乗ってるけど、販売パートナーがこの20円しかもらえなかったら、ちょっと販売価格、仕入れ値みたいに安くなってるのかな、じゃない、うん、そういう仕組みなんだ。そういう仕組みだと思うよ。それが1200台になったってすごいじゃん。あるっていうことは、この絶妙なバランスが取れてるっていう証拠ですよね、うん、と思う。すごいね。しかも助かるよね、うん、それ来てくれたらね、うん、だってスーパーまで行けない人ってたくさんいるし、うん、車運転できなくなっちゃった人だっているわけだから、これは社会性のあるビジネスだと思う。あとメインは、今回特集は有給地の利用ってことね、うん、あんまり大した特集ではないなと思って見てたんだけど、名前は出せないけど、ちょっとこの頃やばい話がここのところに入ってきてるところとかも堂々と出る。嘘、どこどこ。あ、ここやばいの？やばい。どうやばい、どうやばい。加盟してる方から。ええー。これは武士の情けで名前は言わないと。ええー。はい、あとね、今回の特集、これは別のところでも話したんだけど、やっぱ古川さんのね、連載はいいね。どれどれ。本当は当たり前のこと言ってんだけど、この人の連載はこの1ページだけでもね、加盟検討する人は何回も読んだ方がいいと思う。うん、当たり前のことなんだけどね、うん、要はですね、学歴とか経歴とかじゃなくて、マインドが大事だってことを言ってるわけですね。そう、それを古川さんが言うからね。東大卒の古川さんが言うってのはね、うん、ビジネス研究会あるじゃない、うん、あそこにやっぱ高学歴の人たちが集まって、うんうんうん、ね、勉強も熱心で、でもそれでも最初みんなうまくいかなかったと、結局はやる気だと、取り組む姿勢だよって当たり前の話なんだけど、うん、そこを皆さんね、最初のスタンスで勘違いするんだよ。古川さんってやっぱもう本当自分の実体験からしか言わないからね。そうね、開成、うん、東大、住友信託銀行、ロイヤルバンクオブスコットランド、 BNP パリからのフランチャイズの人だからね、うん、普通にビラ配りとかするんだから。で、加盟してるのがイヤシープとか。イヤシープと、ね、最高。
普通にビラ配りしてそこでただ配ってんじゃなくて何かを感じてんだから好きなんだろうね。もう古川さんがさ、こんなさ住友の信託にいたとかさ、ロイヤルバンクオブスコットランドにいたとかさ、信じらんないよ。なんかもう喋ってたらただ酔っ払いじゃん俺。でもたまにさ、あの、Facebook だとさ昔のやつが出てくるじゃん、まだ勤めてる頃のとこ出てくるわけよ。ちょっとやっぱりね、こんなこと言ってたんだみたいな、ちょっと経歴詐称なんじゃんっていうぐらいの感じよね今のね。そうね、ぐらいの親しみやすい、まあ、変わりもんですよやっぱり、ね、あと癒やしイプのスタッフさんからもかなり愛されてるみたいですね、うん、古川さんはフランチャイズ投資家ってことだけど、うん、新しい分野を作ったなと思うね。そうですね。あとはね、重友さんの話もいいんだけど、これを興味持って思う人っていうのはビジネスチャンスを読んでる人の中でも50分の1ぐらいだろうみたいな気がするんで、でも頑張って連載が続いてますってことね、はい、今回空家賃を支払わない方法なので、はい、ぜひ皆さん読んでくださいね、はい、今回最後にね、文句は一つかな。お、文句なるほど。文句はこれだよやっぱり。どれどれどれ。僕が楽しみにしている編集長のコラムがないと。なんで。諸行無常の響き別れや救済という。なんでなんで、どうしたの。ページの関係なんじゃないの。そんな、ね、広告枠増えてページを広告にしたの。すごいじゃん。分かんないけど。で、一番楽しみな来月8月号の特集はメガフランチャイズ運営店舗ランキングですよ。出ました。毎年楽しみにしている。これいいですね、うん、さらにアパホテルの社長も登場。これはいろんなとこ出てるからな、うん、またこれはランキングが結構変わってると思うよ。そして裏表紙はバーキンでした、ね、バーキンね、うん、原田さんがいらっしゃると思う。原田さんがいるところでバーキンさん、はい、じゃあそういうことでFC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで